ジョルジャ・スミス父は、ネオソウルグループセカンドナイチャのリードシンガーであり、レゲエやソウル、ロックなどの音楽を聴いて育つ。2016年1月、デビューシングルとなる、ブルーライツをリリースし、本格的に活動を開始。楽曲、ウェア・ディド、アイゴーはドレークがお気に入りの曲としてあげるなど徐々に注目を集める。同年11月、ファースト EP となる。 プロジェクト11をリリース。2017年3月に発表された、ドレークのプレイリスト名義のアルバム、モア・ライフの2曲にフィーチャリングゲストとして参加。2018年1月、過去には、アデルや、サム・スミスラも受賞した、ブリッド・クリティックス・チョイス・アワードを受賞した。6月8日にファーストアルバム、ロスト・アンド・ファウンドをリリースする。8月には来日し、 サマーソニック18に出演したスタジオアルバムありがとうございます。